さあホイッスルがなりまして始まりました頑張れ南勝 SC でお付き合いお願いしますこのお時間はですねということでお相手は私井上麻とお隣南勝 SC よりこの方です南勝 SC 浅田ですんさ南勝 SC って僕が言っちゃったから、はい、<laughs> ちょっと言いにくくなっちゃっちょっと困りましたすみませんよろしくお願いします, <laughs> します今日も浅田さんとともにねお送りしていきたいサッカーの話題をお送りしていきたいなと思っております、えー、この番組はですね浅田さん東京都社会人リーグ一部なんですね、はい そうなんですか、うん、J1 から数えて J7 と我々はね呼ばせていただいております、はい、毎年ガンガン上がっていきますけれども葛飾くのサッカーチーム南滑 SC を熱く応援していく番組ですということになっておりますけれどももう世間はもう梅雨入りだとかね、中国地方が梅雨入りなんて言ってますけどもう今日は辛くとしてますね明日からまた天気がねうん、うん、悪いみたいですけどあ本当ですか,、はい、なか気象予報士さんみたいな立場で今日は外で活動してますんで常に天候日はね。 もう黒いですけれども、はい、やっぱり試合もありましたしねまだ仕上がってないですね、えー、もう一蓋焼きぐらい蓋 <laughs> 焼きぐらいしていこうと、はい、そんなねシーズンも深まってまいりました浅田さんのね肌もどんどん夏に向かっておりますので、ね、今日もそんな感じでサッカー情報をお伝えしていきたいと思いますそれでは今週も頑張れ南勝市キキックオフ <laughs> ちょっと咳き込んでしまいましたけどすみません大丈夫ですか改めまして井上前でございますそして浅田ですはいということで、えー、毎週毎週試合が続いてますけど今は東京都リーグ一部、はいえー、シーズンの方はお休みということですけどねちょっと、まあ、空いてると若干中断期間若干中断期間ということで、はい、他の試合がありましたはいね日曜日何の試合があったんでしたっけ、えー、全国社会人サッカー選手権大会、はい、関東大会がこの,この大会は トーナメント戦で世界新チームが競ういつものリーグ戦とは別の試合ということですね。ということですね。これ、どんな意味合いの試合なんでしょうえっと、JFL 以下の四部以下ですね、四部以下の全国ナンバーワンのチームを決めようと、JFL 上がるための、プロリーグに上がるための一つの登竜門。 あの来年度上がるためを占うような、はい、そういう大会の関東予選、ね。ということで我々よりも上のカテゴリーのねまあ基本的にはい上しかいません。なるほど、はい、そしてその1回戦が行われたわけです手元にねこのトーナメント投票を頂い,いてますけれども、はい、お相手の方がどこだったんでしょうかアイデンティーミライ アイデンティティ未来さん茨城県代表ですね。関東ニ部リーグ所属。そして会場もやっぱりこう上位のホームでやるみたいな感じなんですか雰囲気的には。そうですね。まあ基本的にはアウェーですかね。日立中市スポーツ公園。ちょっとそれは次戦ですね。これ次ですね。これ行われたのはどこでしたっけ。あの流通経済大学フットボールフィールド。そうでした。そうでした。失礼いたしました。大丈夫です。そして戦ったということでちょっと試合の中身を教えていただきたいなと思うんですけどまずは結果の方から教えていただけますか。結果の方ですか。はい。 2対1で勝ちましたね、はい、2対1でどっち勝ちました,ました <laughs> 勝ちました <laughs> あたびっくりした中で、ね、情報は適宜頂い,いてたんですねちょっといけなかったもんですから、はい、まず1点取られちゃったらしいですね前半にそうですね終了間際にコーナーキックから、えー、ちょっと失点してしまい、えー、0ロ1で前半折り返すという展開でしたねさすが相手も格上1個上のリーグ関東2部リーグリーグなんでそうですね、えー、やっぱり個々のクオリティは高いですし、うんうん ななかなか厳ししい試合でしたねえ右サイド、まあ、こっちでいう左サイドからのコーナーキックをこうファーサイドのボックス内で右足ボレーシュートとシュートバックの選手ですからね、<ど>左。いや 多分違うと思うんですけど、えーえー、ちょっとポスポットがポンと開いたとこにそこを突かれてししままいましたね、えー、セットプレーからの失点とまあ見事ですねけどああいうところをきちっと合わせてしっかりボレーで叩くところあたりはアイデンティさすがですね。ということでしたけれども、はい、それだけ前半が終わります、はい、後半迎えてこれ2点逆転するんですけども、はい、どんなシチュエーションだったんでしょう まあちょっと戦術的なものとメンバーと若干入れ替えてえちょっと攻撃に負けてたので当然ちょっと最初からいかなきゃいけないっていうところといつもあの45分ハーフの90分ゲームなんですけどこの大会に関しては40分ハーフの80分ゲームなんです10分短いのでちょっともう最初からいかなきゃというところもあってちょっと早々に選手交代をしました入れてきたわけですねまずはあの先発が ね、ミッドフィルダーは谷本、えー、滝口比田東ということですけれども、はい、フォワードは誰でいったんですかこれちょっとフォワードが切れてフォワードは壁下ですねあ壁下で出たんですねはい選手交代はどこを入れ替えていったんでしょうかえと中盤で谷本と、はいえー、滝口を変えて、うんえー、デビソンと、うんえー、富岡を入れましたなるほど、はい、これはこの間のリーグ戦でも同じように逆転したフォーメーションですね采配的には まあそうですね,ね同じような形のイメージで、ちょっとより攻撃的にというところで、相手が疲れてきた時に、ちょっとこうね、あの速い選手、高い選手だとか、いろいろと、そうですね、特に今の南葛 SC のメンバーは、本当に戦力がものすごい充実してますので、もうどっからでも、本当に誰が出ても、同じクオリティを保てるぐらいの、本当に選手層がありますんで、相手は嫌だと思いますね。はい、そして引田山本選手の得点が 決まると。最初はデビソンです。デビソンそうですわ。三十五メートルのロングシュート。そうですね。これ動画見してもらいましたけど、すごかったですね。あの後ほど、ええ、いろいろもろもろ配信します。してくださいその動画ね、あれはもうライジンシュートって呼んでいいですよね。もう勝手にオフィシャルではライジシュートと上げてみました。<laughs> はい、それは違うでしょ。あのキャプテン翼のね、はい、本編に出てくるヒューガー小城くんがなかなか大人になってから覚えるシュートですよねあれね。 そうですねデ、はいまあ、ソンも,もう大人なので,いいで、ね、大丈夫か、なとなで,、ね、でもなんかシーの選手が打つシュートではないですよ、あれは。日本代表になってからの、まあ、キャプテン翼はもうか是非みたい、そんなに困ってた気的には <laughs> <laughs> 来いシュート来週シュート、ュシュートでした今夜配信でございますので、ぜひ、本当に中盤で持った、ね、レビィーソンだってセンターバックですから、いて前みたいな打っちゃって感じですよね。 ただ練習とかであのぐらいのシュート普通に打つんですよ、いつも。僕らにしてみれば、あ後で映像でですね周りの選手の雰囲気とかベンチの雰囲気見てもらうとやらかしたといつも通りだと何やってんだと、何打ってんだとそしたらね、多分キーパーの手元でキーパー横飛びでちょっと角度的にタイミング的には届いてるんですよね。のシュートは あれは本当に、けど本当に僕らはいつも見てる映像なので。はいはい、うん、でかしたっていう感じですね。けど相手にしてみると、い,い,いや本当かよっていう多分そのぐらいの。なるほど。ちょっと衝撃的な一撃でしたね。気持ちよかったです。はい、それで追いついて一時でしょう。一時ですで。その後、っきも言いましたけど、引田山の選手が。スルーパースに抜け出して、はい。そうですね。ちょっと追いつかれるんですけど、一人かわし、二人かわし。 左足みたいな、またやらしいですよね、プレーがね、あれでですね素晴らしいす今日の朝、ニュースで見た親善試合のネイマールっぽいですね、ですねゴール前でね、ゴールのあのペナルティーボックスの中で、2人ぐらいいなしちゃうたりがですね、ひらりひらりと。それで 2−1 になって、その後逃げ切りは分かるんですけど、もちょっと、ピンチを迎えたんですねそうですね、ちょっとアウェーというところもあって、PK を取られてですね、 まさかの同点か延長かとよぎったところですけども、ええうん、相手がちょっと外してくれてですねなんかこれがポストに当たったと、はい、ドラマチックな,なんかドラマチックな展開なんですけども不幸中の幸いか、えー、映像が途切れてるというそ,そ,そこの映像はないらしいです <laughs> そこの映像が見事なぐらいですけ、ね、ど <laughs> もうね皆さんに、ね、怒らないでくださいね、はい、か消したわけじゃないです消したわけども相手の方も怒らないでくださいね、はい あのー、やっぱりみんなねそれぞれの役割をやりながら、はい、映像も抑えてるということなんでたまにはテープが途切れたりしますからすいません不手際が <laughs> でも35メートルゴールはちゃんと取れてますからそれで勘弁していただきたいと動画、はい、も楽しみにしていただきたいなと思ってます、えー、メールをいただいてますありがとうございますタバさんですアイデンティティー未来に勝ちましたねあの暑い中みんな集中してよく戦ってくれましたとさあいよいよ今度日曜日は関東一部のベルフェ高原那須との試合でございます えー、私はウイングスの皇后杯予選、えー、かベルフェ戦に行くか未だ迷っている <laughs> おおなるほど女子もありますからね <laughs> 来週は町田セルビアレディースと10時50分キックオフこれが清瀬内山そしてベルフェ高原那須とやる男子のトップチームはキックオフがひたちなか市で13時半これはどっちもは無理ですか まあ無理でしょうね, <laughs> うよね清瀬から日立ちなかって相当距離ありますよ,すよ、ね、確かにね、えー、一昨日か去日曜日はアイデンティ戦後 <laughs> 水本総合で開催されていたウィングスの試合も前半途中から応援に間に合いましたが今回は厳しいですかねすごいですねドイ特派員はちなみにベルフェ戦に行かれるようです <laughs> 日曜日の試合どちらも楽しみにしておりますということで、ね、新に応援していただいてねありがとうございますありがとうございますそうですウィングスの方も 日曜日ね、皇、え、后、ー、杯のトーナメントがありまして、予選がありまして、ねはい、なんとこれも先制されるんですけども、その後5点を取りまして、5対1で。あこの間のリーグ戦ですね。リーグ戦日日こ,れこちらご、そう、ごめんなさい、リーグ戦ですね。はい、えー、第2節、見事5対1で勝っているということでございます。そして、来週は日曜日にあるということですね、はい、今週ですね。皇后杯ですね。皇后杯の予選があります、はい町田。ゼルビア・レディス、強そうです、ね、J クラブですすねククララブブまあ、J クラブの、ね 女子チームなんでやっちゃいましょうはいやっちゃいましょうだからどっちにもいけないかもしれないですけど今はね便利なこの通信がありますからそうですねはいちょっとひたちなかなんで非常に遠いですのでロックスやるとこですもんねそうですあの海沿いといいますかちょっと海岸沿いのはいちょっとロックインジャパンですよロックインジャパン打ち上げちゃいましょうよこっちも 縦の,縦乗りのフットボールを見しちゃいまロックインジャパンに負けないようにね、はい、もうロックインジャパンから帰ってくる常磐線に僕ねなんか営業の帰りに乗り合わせたことあってもう,もう若者たちがもう踊り疲れで、ね、汗だくぐちゃぐちゃドロドロですごかった時ありましたけどね。 いや盛り上がったんだなと思って。そのぐらい盛り上げますよ。盛り上げます。ですのでぜひ応援に来てください。そうですね。ぜひ来ていただきたいと思います。先ほども言いましたけれども相手が関東一部リーグベルフェ高原なすでございます。二つカテゴリー上ですね。そうですね。相手は J Five。J Five ですね。私たちなかなかあの J One のごめんなさい関東一部のチームと公式戦でできる機会っていうのは現実的には非常にあの少ない機会なので。はい。 まあ僕らとしても、まあ、もちろん胸借りるつもりはありませんが、ねあのー、非常にアグレッシブに戦いたいたなとキックオフは13時半ですからね、はい、えこれがひたちなか市でやるということでございますけども、はい、これベルフェ高らなす私のふるさと栃木県のチームでございますついに僕初ですねやっぱこう地元のチームと,と中瀬氏が。 これはどっち楽しみですよ。応援するかって、もうそれはもちろんコラボは。私なんか精神の犬でございますから。なんか精神をもう強く強く応援しておりますよ。それね、<laughs> キャプテン翼育ってますから。はい、ナス高原はちょっと行ったことあるぐらいですから。<laughs> よろしくお願いします。なんで何も言ってくれないんですか。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。はい、頑張れなんか精神でございます。いやー、佐々さん、この夏どんどん暑くなっていきますけれども、どうですかチームのな雰囲気はでも昨日も一昨日も勝って。 いい感じになって言っててますかそうですね,ね、あのー、公式戦の中でいろんなことを試しながら、はいあのー、選手たちも非常にきちっとやってくれてますので。はい まあこれから本当暑い季節になりますので、はい、本当選手交代とか、うん、戦術の変更とか、はい、まあちょっとサッカーをいろいろそうか違う種目になってくるわけですね走れる時間とかさそうですねどうしてもフル出場するっていうのは非常に難しいです、はいうん、90分をこの暑さの中で、はい、なかなかできませんのでそういったところをうまくチームとしてもやりながら僕ら応援してますんでねファンの方もこうぐんと増えてきてますし 声を送ってますからあと気づいてくださいね給水タイムの時に、えー、我々小さい声で応援団が水分とれ水分とれって言ってんのを気づいてくださいね全然気づきませんでした <laughs> すいませんちょっと恥ずかしそうに言ってますんで、はい、ちょっと届いてないかもしれないんですけどまたよろしくお願いします今日もねまた土井さんからもいただいてますメールをねありがとうございます リーグだけあってバランスの取れた1チームでしたね、アイデンティサーバーと、そこに勝ったのは素晴らしい経験だったと思います、デビッソン選手の同点となるスーパーゴール、素晴らしかったです、浅田さん、早くエースをお願いしますと、もう来ていますので、もうちょっとです、今、仕上げの最後のクリエイターですからね、いろいろ、試合の日はもうユニフォームの洗濯もありまして、洗濯も、そこからちょっと出かけますんで、なかなか。 うん、時間が足りなくてですね <laughs> です頑張ります映像の方をお楽しみにしていただきたいなと思っておりますさあ、えー、いよいよ迫りました、えー、前者のこれ2回戦になるんですよねまあ次は準決勝ですね準決勝はですね、はい、もうあと2つ勝つと全国大会はい決まりますんでぜひいっていただきたい関東一部の強豪を破っていただきたいと思いますひたちなか市の、えー、グラウンドでキックオフが13時半とはい いうことになっております相手はベルフェ・タカハラ・ナスでございます強敵ですね強敵ですね楽しみですねやっつけましょう、はい、ぜひ皆さんも応援に駆けつけていただきたいと思いますそれでは熱いメッセージを30秒きっかりでお願いしますはい、はい、熱い季節になりましたけども <laughs> 選手たちも熱く一生懸命戦いますので、はいはい、ぜひねちょっとあの遠方の会場になりますがあのご声援いただけるよう、はい、あの応援に来ていただけるようぜひ心よりお願いいたしますはいそして南活の USC といえば深夜にやってます始まりました新キャプテン翼さん もうついに全国大会編が始まりますので読売ランド編楽しみにしましょう我々も全国大会いけるよう頑張ります,すあいい感じでできてんだ、はい、来週も頑張れ <SC>